日産 R89C 日産 R89C は日産自動車が1989年に開発、製作した全日本スポーツプロトタイプカー、耐久選手権 JSPC、世界スポーツプロトタイプカー選手権 WSPC およびルマン24時間レース参戦用のグループシーカーである。1989年より日産が WSPC に本格参戦するのに合わせて制作された。前年型 R88C はマーチ製だったが、R89C はローラカーズの制作となった。デザインコンセプトを日産が設計、制作はローラが担当し、日産側からは水野和人氏が開発に参加している。ローラによる車真の故障は T89、10日産がグループ C に ローラを使用するのは、1985年から1986年にかけて、柳田春人らがドライブした T810、フェアレディ z C 以来だった。R89C は、日産初のカーボンモノコックの C カーだった。ルマン24時間レース参戦を強く意識し、車体は全体に低いシルエットを持ち、リアタイヤにはカバーがかけられて、 空気抵抗の低減が徹底されている。ルマン仕様は、当時のサルトサーキットに存在した 6km に、及ぶ直線、ユノディエールに対応するため、前後とも17インチタイヤを採用しており、よりフラットな印象を与えている。R89C-01 から04の、計4台が製作され、R89C-01。 R89C-04 が WSPC を戦う、日産モータースポーツヨーロッパ、エネミーが R89C-02、R89C-03 が JSPC を戦うニスモがそれぞれ使用した。エンジンは3.5リットル V 型8気筒ツインターボの VRH35 エンジンをシャシー構造の一部とする、 ストレスマウント方式を採用しているのが特徴。タイヤは前年まで JSPC においてブリジストンを用いていたが、1989年シーズンから国内、国外ともダンロップを使用する。イギリススネッタートンにおいて1989年4月3日から5日に R89C-01 のシェイクダウンテストを行った後、 4月15日から18日にかけて、アメリカのアリゾナで高速耐久テストを行う。このテストで最高速度時速 386km を記録した。その後ヨーロッパに戻り4月26日から28日、フランスポール・リカールのテストでは R89C-01 は、ルマン仕様で新たに完成した R89C-02 は、WSPC 仕様でテストを行い、 5月2日から4日に、フランスディジョンを行われた合同テストには2台の R89C が持ち込まれ、このテストには、長谷美雅弘、星野・和義の両ドライバーも参加した。WSPC には、エネミー、1台エントリー、1台 T、T かマイナスが、JSPC には、ニスボ、2台エントリーが、それぞれ参戦した。R89C は、 WSPC 第2戦ディジョンでデビューした。デビュー戦ながら予選6位の高位置を獲得。しかし決勝ではウィンドスクリーンにクラックが入るトラブルが2度も起こり15位に終わった。この年 WSPC シリーズから外れたルマン24時間には NME、ニスモ、エレクトラモーティブから1台ずつの3台がエントリー。予選12位からスタートした24号車 NME は 二周目5位、三周目4位、四周目3位と、レース開始と共に大きく、順位を上げたが5周目のミュルサンヌで、ザウバー・メルセデスをかわそうとしスピンし、レースを終えた。日本人クルーの乗る23号車は、予選19位から着実に走り、5時間目には4位にまで、順位を上げていた。しかし深夜になって、オーバーヒートでリタイアした。エレクトラモーティブが走らせる25号車も、 予選15位から5位にまで順位を上げていた16時間目にエンジントラブルによってリタイアた。WSPC 第3戦原までは予選6位からスタート。決勝はタイヤの摩耗に苦しみ8位に終わった。続く WSPC 第4戦ブランズハッチからマシンをモデファイ。リアに19インチタイヤを採用しブレーキディスクをカーボン化。またリアタイヤのスパッツは撤去された。 予選は4位。決勝では順調に順位を上げ、ザウバー・メルセデス61号車に次ぐ2位につけていた19周目、ザウバーを抜こうとして、コースアウトシリタイヤ。エネミーは、第4戦ブランズハッチの後、ドイツ国内スプリントレースエイタックススーパーカップ第4戦、ディープホルツに出場。マーティンド・ネリーの手により優勝した。WSPC 第5戦は、 ニュルブルクリンクで行われた。これまで、スタートドライバーを担当していたジュリアン・ウェイリーは、ルマン、ブランズ・ハッチでのミスによってその座を剥奪されアドリュー、ギルバート・スコットが、スタートドライバーを務めた。予選4位からスタートした R89C は18周目、ザウバー・メルセデスをかわして、トップに立ち皇族との差を広げた。しかし次第に燃費が苦しくなり、終盤に、 ザウバーの2台とヨーストポルシェに交わされ4位に交代。その後ラストラップの最終コーナーで燃料切れにより、リタイアした。WSPC 第6戦ドニントン。予選3位の高位置からスタートした R89C は、決勝でも、序盤の混戦を抜け出し独走。ザウバー・メルセデスの2台がこれを、追う展開となる。ニュルブルクリンクの時のような燃費の不安もなく、 優勝の可能性もあったが、終盤ピット作業でペナルテを受け、さらに右リアタイヤのスローパンクチャーにも見舞われペースを、オチトタが3位に入り本格3戦5発の表彰台を獲得した。予選7位からスタートした WSPC 第7戦スパフランコルシャンでは、ソフトタイヤでスタートした序盤はペースが上がらなかったが、ハードタイヤ交換後着実に順位を上げて3位に入り2戦。 続表彰台を獲得した。スパの後、再びエイ、e、タックの第5戦ニュルブルクリンクにジュリアン・ベーリーのドライブにより参戦し3位表彰台を得た。WSPC 最終戦メキシコではバンピーな路面に苦しみ予選8位。決勝では上位グループでレースを進めたが、残り2周になってエンジントラブルが起こり12位に終わった。シリーズランキング5位は 1989年からフル参戦した4メーカー、日産、トヨタ、アストン、マーティン、マツダの中では最高の成績である。1990年のルマン24時間レースには、フランスのクラージュが R89C で出場し、予選29位。決勝はトラブル続出の中22位で完走した。JSPC での R89C のデビュー戦は、第3戦。 9士500マイルで23号車が予選3位、24号車が予選4位につけた。決勝では2台のペースは早く後続を引き離して、1から2体制を築いたが、32周目24号車がエンジントラブルで交代。変わって23号車がトップに立ったが37周目、燃料ポンプのトラブルでリタイアした。一度は交代した24号車はその後追い上げ2位にまで。 順位を挽回したが、右リアタイヤをバーストさせリタイヤした。次の第4戦、鈴鹿 1000km は、決勝は台風により延期され、予選のみ行われたが、このレースから JSPC 使用者でもリアタイヤが19インチ化された。第5戦、富士 1000km は、雨の中行われた。予選6位からスタートした23号車は、 オープニングラップの1コーナーで水に乗り、コースアウトシリタイヤ。予選11位からスタートした24号車は8位に、終わった。延期になっていた第4戦、鈴鹿 1000km は12月に行われた。23号車はテストでマシンをクラッシュさせて、不参加。予選3位の24号車は、予選2位のトヨタ36号車が最高ビスタートと,となったためフントローからスタートした。 上位グループでレースを進めていたが、スピンアウトし大きく後退、トップから37周遅れの10位に終わった。当時ポルシェ 962C をドライブして JSPC に参戦していた岡田秀樹は当時オートスポートしに連載していたコラムで、あのマシンはとんでもなく速いと評している。この R89C をベースにローラは 翌年型 R90CEK を開発。日本の日産本社は R89C のモノコックをベースに R90CP を開発した。1990年、1991年の JSPC 及び1990年の WSPC 第一戦鈴鹿、ルマン24時間レースに チームルマンが R89C をベースとしたマシン R90V で出場したのでここに記す。R90V は R89C に R90CP のサスペンションを組み込んだマシンでルマンがメンテナンスを行いタイヤは横浜タイヤを使用した。1990年は JSPC 第3戦富士500マイルでの6位入賞以外目立った成績を 残していないが、雨で中止になった第2戦、富士 1000km で、ポールポジションを獲得している。他者が、レインタイヤで予選を行う中、和田孝雄が、カットスリックでアタックしてのポール獲得であった。1991年の開幕戦、富士 500km には、R91V として出場し4位入賞。第2戦からルバンは、 ニューマシン R91VP を登場させるが、第3戦のレースで R91VP は大破炎上し、使用不能になり、第4戦、鈴鹿 1000km から再び R90V を登場させる。その後第5戦第7戦は R90VP としてエントリーし、第5戦、菅尾 500km では5位に入賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。